間慎吾の無痛分娩大学院へようこそ。無痛分娩プラクティスガイドリニューアル版の第14回目、本日は麻酔前評価について解説させていただきます。まず麻酔前評価の目的としましては、当然麻酔を、安全に行うために、それなりのチェックをしなきゃいけませんよということで、麻酔というのも侵襲なんですということを、深く理解していただけたらなと思います。で、次にですね、麻酔前評価の、内容なんですけれども、まず時間軸ですね、外来の時に見るべきもの、あるいはもう麻酔開始直前に見なければならないもの、麻酔開始直前にしか分かり得ないもの、こういった時間軸と、酸化的なものと麻酔化的なもの、この2つをね、麻酔前評価の目的といたしまして、麻酔を、安全に行うために、やるんですけども、そのタイミングはということで、これはもう手術麻酔との対比になります。で、手術麻酔は手術という、明らかに必要な医療を、成し遂げるための麻酔であるということですね。はい。一方で、無痛分娩の麻酔はより合併症を起こしたくないよねということが、背景にあるわけです。ざっくり言うとそういうことかもしれないんですけれども、決して合併症を起こさないという気持ちでしっかりと麻酔前評価をやっていただけたらなと思います。そういう目的で麻酔前評価をやってくださいということになります。麻酔担当するからというだけではなく、妊婦さんの背景という意味でもこれは誰もが把握しておかなければなりません。なぜならば、どの医療行為にも急変というのがありまして、妊婦さんも気管挿管をしなければならないことだってあるわけですね。少しでも凝固障害を疑うようなエピソードがあれば、例えば変なサプリメントを飲んでいるとか、そういうことがあれば、凝固機能検査等も追加でする必要があるかもしれません。麻酔前評価ということだったんですが、これは前回のインフォームドコンセントと麻酔前評価ということで、しっかりと、この麻酔法を決めていくことに、次回の麻酔法を決めていくことにもつながっていきますし、はい、いかがだったでしょうか。これがダイジェスト版になります。この動画の前編を、見たい方は E 無痛クラブに、ご入会ください。一般社団法人日本無痛分娩研究機構、通称ジョラールのホームページから入れます。それではまた。葛藤の中で歩み出した道のりは苦難の連続だった。世界へ行ってらっしゃい。しかし支えてくれる仲間がいた。賛同してくれる応援者がいた。その歩みは止まらず、その意志は揺るがず、無痛分娩の安全性向上のために進み続ける。LA ソリューションズ。